かすみみたまの現世幻談チャンネル。呪いの存在。俺には二人の大切な友達がいました。小学校からの付き合いの友達で、社会人になってからもよく一緒に酒を飲みに行くような間柄。去年の今頃もその友達を含む三人で酒を飲んでいました。その友達を A、 もう一人の友達を B として話を進めます。お酒を飲みながら A が急に、お前ら呪いを信じるかとか言い出した。 A は地元では唯一の国立大学に進学していて、専攻も理系でオカルトを信じるタイプではなく、 B は呪いとかのオカルト好きだったけど、 A がそんな話をすることがなかったから、俺も B もはてなとなっていましたが、 A は話を続けた。小学校の頃、俺の家の近くの共戦所で遊んでいた時に、石に腰掛けていたおじいさんがいただろ。あのおじいさんが少し前に亡くなったんだけど。俺らはよく A の家の近くで数人で遊んでいました。その時に遊んでいる俺らを優しげな感じで眺めていたおじいさんがいたことは、よく覚えています。小学校を卒業してからはそこで遊ぶこともなくなって、それ以降は見たことがありませんでした。死んだ理由は呪いだ。俺も B もキョトンとなりました。いくら B がオカルト好きでも、急に呪いで死んだとか言われては、 B もはって感じでした。A は話を続けた。今年の大雪でハウスとか脆い建物とかいくつも潰れただろ。あの共戦所にあった社も潰れたんだ。だが社の下には怨念の込められた井戸があって、その中で呪いの力を強めたものがあった。それを聞いた B がぞっとした顔をしました。 B はオカルトは好きだが、霊的な現象を信じているわけではなく、そういう映画を見たり伝承を調べたりしてみんなと話をするのが好きといった感じでした。強い思いは具体化するみたいなことは本気っぽく言っていましたが、それは何十年も前に部落に何人もの死者を出した忌々しい呪具だ。その呪具が再び人を呪い、まずはおじいさんが殺された。俺は正直な話、呆れていました。学生の頃ならまだしも、30も過ぎた男が話す内容ではない。でも B は強い興味を抱き話し始めた。それって俺らの地元に伝わる孤独な話かな。だったら聞いたことある。その名前は A は聞いていなかったらしく、孤独と逆に質問していた。 B は話を続けた。違うの？俺が聞いたことあるのは、100年近くも前にあの近くに住んでいた女の旦那が死んだ。その旦那は女に暴力を振るっていたので、女が旦那を毒殺したと噂があったけど、証拠があるわけでもなく捕まるようなことはなかった。しかし近所の人は忌み嫌い、その女の子供と自分の子供を一緒に遊ばせることも避け、女も子供ものけものにした。孤独になった女は何かの宗教のようなものにはまったらしい。昔のことなので、今でいう新興宗教とはまた別のものかもしれないのだけれど、それからしばらくして同じ地区で子供が亡くなる疫病が流行った。実際に4人の子供が亡くなったらしい。医学が進歩していない時代なのもあって、
その女がのけものにされたことを恨んで呪いをかけているのではという噂が流れた。村の人は実際に女のところに行って、呪いを解かないとお前も二人の子供も殺すぞと言ったらしい。女は不気味に笑いながら呪いを解く方法を言ったらしい。その方法が孤独だ。 B は続けてその方法とその後を話した。三人の子供を井戸の中に一ヶ月閉じ込める。食べるものがない井戸の中では別の子供を食べるしかなく、最後に生き残った子供が呪いを破ることができる。だけどそんなことをさせる親がいるわけがない。怒った村の人はその女と二人の子供を井戸に落として閉じ込めて蓋をした。呪いをかけた人物がいなくなれば呪いが終わると考えたらしい。女自身が孤独の虫にされたわけだ。しかし一ヶ月経ってもゴツゴツと石を叩く音が中から聞こえる。蓋を開けたのは音が聞こえなくなってしばらくした一年後のことだった。蓋を開けたら女と子供一人の死体。なぜかもう一人の死体は発見されなかった。井戸には血と爪の跡でひどい状態。普通なら井戸の水で血が落ちるはずなのにべったりとついていたとか。死んでいるのを確認してからもう一度蓋をしたらしい。だけど疫病で5人目の死者が出た。呪いが終わっていないと思った村人たちは恐れおののいていた。そんな状況の中で徳の高い坊さんに助けを求めた。状況を把握した坊さんは少なくとも最初の4人は呪いではないと言った。のけものにされ子供にまで惨めな思いをさせられた母親が嫌がらせで孤独の話をしただけだと。しかし村人は孤独を実行してしまった。虫で行っても恐ろしい孤独を人間で、しかも親子で行ったとなると、想像もつかないほどの憎悪が生まれていることになり、簡単に消すことはできない。井戸の中と井戸の蓋の上に一つずつ仏像を置いて、呪いが外に出ることを防ぎ、長い年月の中で恨みが薄くなるのを待つしかないとのことだった。坊さんは二つの仏像を掘って呪いを抑えることにした。一つを井戸の中に入れるために蓋を開けたらしい。そこで坊さんはさらに驚愕した。女の首にかけられたネックレスそのものが強烈な恨みをまとった呪具になっていると。子供と自分を殺される女の恨み、しかも呪うために自分の子供をもう一人の子供と一緒に食べて、石で骨を砕き、砕いた骨を子供の血で染まった衣服で包んだものだと。これはもう完全に抑え込むのは困難だとのことだった。この呪具を使い、母親は村人全員を殺すような呪いをかけている。もうこの場所から逃げるしかない、と。呪いを信じた村人は引っ越し、信じなかった一部の人は残った。その残った人は短い間に全員が病気で死んでしまったらしい。一度完全に村から人がいなくなったことになる。長い年月が流れてまた村には人が戻ってきたけれど、呪いが完全に消えたわけではなくて、今でも呪いが外に漏れないように二つの仏像で抑えているとか。B が話したのはそんなような話でした。A は自分の知っている内容とは違うと言いながらも B によく知っているなという雰囲気。俺はホラーは大好きなので面白半分で聞いていたけれど、 A と B は真面目に話していました。 B は俺はオカルトは好きでも信じたりはしない。でもこの話は〇〇の坊さんに聞いた話だから全くのデタラメではないと思ってる。呪いとかはただの言い伝えにしても何か話の元になる事件があったかもしれないと言った。
A が、あのおじいさんが死んだのは、その黒い袋が原因だ。と言い、少し静寂があった後に、人を呪い殺す力を得たら何をする？と言い出しました。俺も B も、え？って感じだったけど、二人とも、何もしない。そんな力を欲しいとも思わないし、そんな力があったらむしろ捨てたい。と言った形でした。A は、リアルに想像できないとそうなるよな。とか言っていました。楽しい話ではなかったので、強引に話を変えて、その日は解散した。解散後、携帯に B から電話がかかってきた。今から二人で会おう、とのことでした。俺も早めの解散で飲み足りないと思っていたので、B と飲み直すことにした。B が、A のことをどう思う？と聞いてきた。明らかに弱った感じだし、変だったよね。と話すと、B は、前に会った時に話に出た A の話、覚えてる？と言ってきました。覚えていると話すと、確かにあのおじいさん、亡くなってたよ、とのことだった。俺はあの時に、衣服で包んだものとは言ったけど、黒い袋なんて言ってない。あいつは、少なくともあいつ自身が呪いの道具と思い込んでいる何かを手に入れたんじゃないかと思ってる。あいつが、まずはおじいさんが殺されたって言ってたから、他にも周りに死んだ人がいないか調べてみたけど、特に他に死んだ人はいなくて、その点は安心した。それを聞いて B は本当に呪いとかを信じているのかと思い、本当に呪いなんて信じてるの？と聞いてみました。いや、俺だって呪いなんて信じないよ。でも強い恨みが伝われば何らかの悪影響を及ぼすことはあると思う。とのことでした。呪いは信じないけど伝承が伝わっていたことは確かだし、もし伝承通りの道具が存在しているのならば、人を狂わせる力はあるのかもしれない。今日飲みながら A を観察していたけれど、明らかに普通じゃない。何かあるなら止めてあげないと。この間の孤独の話だけど、母親が自分の子供を食べていたなら、夜叉だ。人を食う鬼は夜叉になる。それは他でも聞いた呪具の作り方とも一致する。呪いなんてものは存在しない。でも、それができた原因を知ったのであれば、精神を病んで異常をきたしても不思議はない。俺たちが A を支えてやらないと、と言っていました。その翌日に B は事故で亡くなりました。長い付き合いの友達なので本当にショックだった。B の葬儀で A に会った。葬儀の後に二人で食事に行ったんだけれど、あいつは俺のことを悪く思うからこんなことになるんだ。飲んでいる時にあいつ俺のことをじろじろ見ていたろ。とか、まるで B が死ぬのが当たり前のようなことを言ってくる。俺が何を言っているんだという雰囲気を出すと、 A はニヤニヤしながらポケットから取り出した。それはネックレスにするような紐のついた黒い袋でした。俺は本当にゾッとした。A の雰囲気と袋の雰囲気が一緒というか、何か別の空間に連れて行かれた感覚というか、本当に呪いか何かの類ではないかと思ってしまった。A に、まさか B の事故にお前が関わってるわけじゃないよな、と聞くと、まさか。呪いなんてあるわけないでしょ。と A は不気味にニヤニヤしながら言った。さらに、でも俺に悪意を持っているやつはそうなるのかもね。と言うと恐ろしくおぞましい影を感じた。俺は A の気に触らないように会話を進めてその日を終えた。それからしばらくして A に呼ばれた。
電話越しに、あれが来る、あれが来る、とブツブツ言っていて、状況がつかめなかった。A の家に行くと部屋に通された。A の部屋には何度も行っていたが、まるで雰囲気が変わっていました。部屋中にお札が貼ってあったり、何か赤い文字が大量に書かれていた。A は、やっぱり使ってはいけなかった、と震えている。俺にはすぐにあれのことだと分かった。A に、あれはどこにあるのか聞いたが答えない。お前も俺を呪う気だろ、と言って取りつかない。なんとかなだめようとすると大暴れしだしたので、その日は帰ることにした。しかし、それ以降は A に連絡が取れなくなった。A の家に行っても出てこない。しばらくして A が亡くなったとの連絡を受けた。死因は心臓発作とのことだった。葬儀は家族葬で行われて、俺は参加できなかった。俺は短期間に二人の友達を失いました。二人とも大切な親友でした。その親友の死を呪いなんてもののせいにしたくない。でも A が亡くなってから今までに A の家の近くで3回も葬式が出ている。普段は数年に一度しかない程度の小さな地区なのに。 A が持っていた黒い袋は未だに A の家にあるんでしょうか。